Я сюда приехал показать все свое искусство. Конечно, мне очень хотелось бы здесь выиграть, но, по крайней мере, я мешком здесь не собираюсь быть. リングス、イギリス、リー・ハスネルです。昨年のトーナメントは2回戦であのレナート・ババウンに判定負け、今回はボルカント2回戦で戦います。持ち前の粘り腰を発揮することができるか、リー・ハスネル。リングス、ロシア、ボルクハンの登場です。前回の KOK トーナメントは出場しませんでした。この KOK 初登場であります。20世紀ラストのハンマジック、見ることができるか。第2試合トーナメント D ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー181センチ、102キログラム、リングス、イギリス、リー・ハスネル。赤コーナー190センチ、107キログラム、リングス、ロシア、ボルク・ハーン。ハンは随分あの打撃の練習今回してきたという話をしてるんですけどね。まあ、ただあの前回もですね、はい、ボクシングの練習だいぶ積んできたと言ってたんですけども、あのパンチの振り方だとですね、はい、まあ、あのハスデルの、あ、リハスデルの方はですね、まだパンチコンパクトに振れるかなという感じがしますね。スピンキック、おっと入っていったところ、右フックか今。そしてハンは膝、この辺りを特訓してきたんでしょう。楽しそうですね、楽しそうですね。さあこれでレフタンがうんと半身になります。キープガードポジション、綺麗に返すことはできませんでしたけれども、このコーナーです。ここで一回落ち着いた方がいいですね、はい、倒してからオンリーボディ、ノーフェイス、ノーフェイス、オーケー、顔はいきません。ガードポジション、ドンビアプレイ、足を掴みました。落ち着いて、落ち着いて、はい、落ち着いて。ノーフェイス、ノーフェイス、OK、オンリーボディ。この状態ですとボディだったら打撃で打つことができます。そうですね。よっしゃ。ボディに向かって拳を振り落としていきます。まだこのハンのこういうスタイルというのはなかなか見慣れないんですけれども、本人は十分このスタイルに慣れてきたと言っています。まあ、ただの年齢的なものがありますから、やはり1ラウンドで仕留めたいところですよね。ハンとしては。はい、スタミナにやっぱり不安あるでしょうから、ポジション取ってから殴った方がいいですね。ああ、なるほどね、はい、もうちょっと綺麗に取った方がいいですか。そうですね、はい、これでまだ返されちゃう可能性があります。なるほど、はい、あのボルカハンはですね、ブルガリア対ロシア、あるいはグルジア対ロシアという格好でエカテリンブルグとトゥーラで、そういうこのスタイルで戦ってるらしいんですよ。へ、結構自信持ってたんですけどね。パンチ、違和感なくそのこのスタイルになってきたということなんですが、今一瞬アキレスね、かけたんですけどね、はい、足狙ってますね。ああ、そうですか。おっとっとっと、バランスを崩されました。ハステルの方は今一方戦一方という感じですか。そうですね、今ね、マウント取りましたね、はい、トップ取りましたから、はい、マウントを取りました。さあこれからうんと首掴まれますが、ちょっとでも田村さん場所悪くないですか。場所悪いですね。あ、でも三角締め今狙ってますね、上から、はい、これは結構、はい、7分ぐらい入ってますね。お、そうですか。おっと今入ったか。10時が腕がこれで帰ればいい。あっと、ね、ちょっとロープが邪魔してますね、はい、これでブレイクになりました。あ、これでハンの方がですね、はい、多少ちょっとスタミナ切れたと思うんですよね。なるほど、はい、はい、前々から言われていますそのボルクハンのスタミナ、あるいは長く長く30分戦うケースもあるんですが、しかしいかんせん最近ではもう年齢が39になっています。そうですね、ね、お互い一発で決めようと思って今、あ、はい、ちょっと決まんなかったので。まあ、ハンにしてみればですね、本当もう40近いですね、はい、それでやはりここが新しいルールで、まあ、新しい競技があるわけですから、大変だと思いますからね。ゾーミングラッパーロングで振ってきました。そしてタックルか、上半身。そうですよね、一旦はですねボルクハンこのスタイルがあまり好きではないんで、はい、やってこないんではないかというね、はい、そういう話さえしたんですが、この KOK にやってまいりました。さあテイクダウンを回りました。まあ、ただこうやってトーナメントちゃんと挑んでいくんですからね、大したもんですよね。そうですよね、すごい勇気ですよね。昨年はトーナメントには出ませんでしたが、今回ですからこのトーナメント初めて、このトーナメントの過酷さ身をもってこれから経験していくんでしょう。勝てば勝つほどきつくなっていきます。
やっぱりこのハスデルがこの、あの田村さんポジションを選んでいるんですよね、はい、わざとこういう相手が攻めづらいところを持ってきてるんでしょうかね。そう、偶然でしょうか。今こうトップ取られてますから、はい、これは良くないですね。あ、はい、まあ、相手に攻撃をさしといて、はい、あーおっと、嬉しい逆十字狙い、伸びるか伸びるか、あ、バランス崩れましたね。完全に形は崩れました。あのハンはですね、このハスデルの成長を随分と認めてるんですけども、まず熊本さん、このアウトと、はい、ハスデルどうですか。一戦ごとにハンはですね、確実な成長を見せてる。そうですね、まあ、あの以前は本当にもうこう受け一辺倒というか、もう待ち一辺倒、そうでしたね。自分が攻めていますからね。決め手が、ね、なかったですもんね。今どっか切ってるかもしれませんね。顔に血がついてました。テイクダウンではもう完全にハンが勝ってるんですよ ね、 すね、はい、アクション。攻め手はハンの方が、10対9なんですけど、うんうん、はい、スタミナ面でいうとこ逆になりますね。これ長引けば長引くほどハンがちょっと苦しくなって、ね、逆にね、はい、まあ、ただこのままいくと判定で捉えちゃう、はい、ハステルの方がもうそろそろあの展開を動かないとダメですね、はい、1ラウンドはもうすぐ終わろうとしています。ここまではハンが攻め込んでいます。5ラウンド2ラウンド制で、5分2ラウンド制で行われています。これのブレイクでおそらく1ラウンド目終わってしまうのではないでしょうか。2人の息遣いがかなり強く聞こえてきます。タッカーの首が、いいタイミングだったんですけどね、倒すことはできませんでした。第1ラウンド終了です。今回のリー・ハスデル、今日のウェイイン計量では102キロです、ボルクハンが107キロなんで2人の体重差は5キロ。さあ、第2ラウンドの5分が間もなく始まります。大阪府立体育会館、1回戦第2試合の第2ラウンドです。さあ、ハンのスタミナはどうか。おーと、ローキックからいった。おーと、入りましたね、見事入りましたね。ダウンです、右のフック、振り上げ気味、決めました。ボルクハン2ラウンド8秒ノックアウトでボルクハン選手の勝ちとございます。リー・ハスデル、顔を抱え込んでダウンです。いやー、しかしあのハンマジックとも言われました関節技、いろんなサブミッションを見せてくれた時とは全く違うハンになりましたね、はい、でもすごいですね、やりますね、対応できるんですからね、はい、田村さん、今どうでした、はい、最後のシーンというのは今どう、あ、顔に入った、目に入ったのかなという感じなんでしょうかね、こめかみの辺ですかね、